このソフトウェア会社。2011年9月に設立された、レコメンドサービス、ワッチャペジアと動画配信サービス、ワッチャを運営する。日本での運営は、株式会社ワッチャジャパンが行っている。2013年に、韓国で公開され、2015年に日本で公開された、レコメンドサービス。旧名称は、ワッチャ。映画やドラマの評価、レビュー機能のほか。 ユーザーの記録データを分析し、一人一人の好みに合った作品をおすすめするサービス。総評価件数は5億件を突破している。2016年1月に韓国でサービスを開始した動画配信サービス。日本でも2020年9月16日サービスを開始。人気の名作から映画好きでもあまり知らないようなコアな作品まで充実の作品をラインナップしている。 他の動画配信サービスとはあまり作品が被らないように取り揃えている。ワッチャとワッチャペジアのデータが連携されるため、作品評価を軸に一人一人に合った作品をお勧めしてくれるのがサービスとしての大きな特徴。ベーシックプランとプレミアムプランがある。ABCDE。ワッチャチーム2020年8月5日閲覧。 作品評価件数5億件以上の無料映画、レビューアプリ、ワッチャが、ワッチャペジアとしてリニューアル。株式会社ワッチャジャパン、2020年8月5日、閲覧。ワッチャペジア。株式会社ワッチャジャパン、2020年8月5日、閲覧。ありがとうございます。